冷たいじゃん。お邪魔させていただいたときにオーダーした帽子が届いたんで、届きました。ありがとうございます。それを使ってちょっとみんなでスタイリング組んでみたんで、それをやりたいと思います。やります。ちょっとまあ早速一人一人のコーディネートやってきます。はい、順番今から指相撲で決めるんで。はいはい、すいません。さあ、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 どうぞ。お願いします。僕のスタイリングはこんな感じです。まあ帽子が今日は主役で、このマルチボーダーのちょっと派手めのハットということで、まあなんか帽子派手だからちょっと服はコーディネートちょっと抑えめで落ち着いた感じでいこうかなとも思ったんですけど、違うなって思って、なんかもうちょっとT シャツとかでも T シャツとパンツで結構派手な色使いで、もう結構トータル的に派手でいっちゃおうっていう今日のテーマのスタイリングです。ジャケット、着てるジャケットが、ロトル、よくねタクちゃんも愛用してるロトル、で T シャツ古着で、パンツこれストゥーシーで、ストゥーシーなんや、ストゥーシーのなんか定番の形のリーチパンツ、靴がクラークスのワラビ履いてますね。いいね。なんか、そうだね。なんかあれだね。一見やんちゃやんちゃやんちゃだけど、ちゃんとワラビとロトルが締めてくれてるね。そう。本当それ。黒いジャケットを羽織ることによってなんかちょっとね落ち着きました。いいね。多分本当派手な外側に派手な色を。だとちょっとなんかやりすぎてるかなっていうので、ジャケットと靴で抑えめにしてまとまったかなと、大変満足です。まあそんな感じですね、僕は、はい、ありがとうございます。はい、よっしゃ。じゃあお次は、いや、お願いします。
がとうございます。素晴らしいですね。ありがとうございます。素晴らしい。僕はこの帽子をオーダーして、なんだろうな、もう紐ついてる帽子僕持ってなくて、うん、でも気にはなってたんですよ、ずっと。なんか可愛いなと思って、うん、で展示会の時に被らせてもらって、なんか色もいいし、うん、形もいいし、ドンピシャじゃないよ、気に。本当肌の色とかともね、合ってる気がする。いい、すごい気に入ってる、うん。なんかほんと紐ついてるだけで結構この雰囲気変わるよね。印象めっちゃ変わるっすね。こじゃれた帽子を、ちょっとまあストリートっぽい感じに行きたくて、シャツ、まあいつもデカめなんですけど、シャツをデカめのシャツでちょっとラフに羽織って、うん、でパンツもこれタークっていうブランドなんですけど、これオニフトじゃない、オニフトなんだけど、うん、すごいねストレッチ効いてて、あ、めちゃめちゃ履きやすい。失礼します、はい、失礼します。ジャージみたいになって、本当だ。でもなんかあれか、オニフトスラックスみたいな。そうそうそう、うん、綺麗で、なんかね、すごい今一番履いてるパンツかも、うん。で、まあ、もう全然俺詳しくないですけど、エビスプレスの、なんだろう、バンド T シャツっていうの、うん、一応バンド T シャツかな。そう。で、結構なんか、全然あれなんだけど、エルヴィス・プレスリー着て、うん、さっきのこのシャツ羽織って、うん、なんか足んねえなと思って、この、うん、中に白を入れたんですよ。なんかすごいね。はいはいはい、意外となんかね。確かにそういう時あるね、なんか。アクセサリーでは違うんだけど、はいはいはい、なんかちょっと、もうワン色欲しいってなった時に、ちょっとこの白 T が結構俺の中でポイントかなっていう。靴はまあいつものコンバースで、まあ、ストリートっていう感じのコーディネートにしました、うん、っていう感じです。シャツとかね、靴とか T シャツとかで、うん、間々で白が入ってて、素晴らしいですね。ちょっと好きだったよ、ちょっと、ね、好きね。よかったね、本当に。いいな、バランス。はい、最後はお願いします。てめえ。シルバータブのバギー、うんうん、これも古着で愛用してるんですけど、うん、でシューズは特にこだわりなくて、なんか履いたらニューバランス99さんがちょうどいいかなと思って。最近分の時もあるよね、うん、フッて履いて、うん、いいじゃん、うん、もうそれで、うん、でインナーが、ロトルの2回目のオレンジロンティー、
なんか合わせてさ、鏡前立ったら寂しいな。何どういうこと？あのシャツ着てデニムでキャップかぶって寂しいなって。なるほどね。これがない状態に。そう。あ、そういうことね。そうそうそう。で、なんか色持ってきたいなと思ったら、なんか意外とオレンジ良くて、もうそれで、だいたいあの春地みたいな感じで、どっかでこう締めたくなるんですけど、今日の旬のコーデみたいな。今日はもう締めない。確かに。今日一個もないもん。確かに。でもね、うん、今日はホワッといこう。いいと思う。ネイビーオレンジはいい相性だから。まあなんかそんな感じで、いいね。もう本当にちょっと愛用します。ありがとうございます。全然やってる、またもやそれぞれのなんか何らしいなっていうのを選んでる。確かに、ね、欲しい。確かにチョイスしてるね。確かに、みんなのなんか、好みに出てるよ、龍馬くんもね、龍馬くんらしいの選んだもんね。龍馬くんのやつは結構冬用で、そうだね、あと俺と高野くんももう一個帽子頼んでて、それも今日俺は結構冬用のやつだから、まあ、3人でまたコーディネート組めたらいいっすね、すごいエンディングになっちゃった急に。俺ね、大丈夫？本当だね。大丈夫？うーんって急にっていう感じっすね、まあいいよね、やっぱオーバーライドさんはやっぱ、結構撮影でお世話になってるんですけど、いつもなんかね、すごいちょうどいいんだよ、ね、なんかちょうどいい帽子もあるし、攻めてる帽子もあるし、はいはい、なんかね、幅広い、すごい豊富だしね、カラーリングとかもなんか面白いし、確かに展示会行った時もね、本当にすごい何時間いたみたいな。多分本当に結構何時間もいていたけど、言って結構かぶったけどまだまだかぶってないのあるし、ね、すごい種類も豊富で、今シーズンで、そう、楽しかった。本当に呼んでいただいてよかったです。ああいうなんかかぶれる機会ってさ、なんか店とはまた違う感じで楽しいですよ、ね、展示会じゃないと、ね、やっぱあんなんやな店なんかね、っていう感じでした。改めて、トモアライドさん、ありがとうございました。大事に愛用させていただきます。っていう感じで、はい、今日のところは以上になります。はい、皆さん、チャンネル登録と、高評価、コメント、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上。以上。それからでした。3秒ずつでちょっと購入変えてもらってます。1、2、3、はい、1、2、3、1、2、3、1、2、3、止まってほしい。3秒止まり、3秒止まり、1秒止まり工事、1、2、3。